ケンちゃん、グローブはこれ、はい、普通の布製派ですか？布です。なんで？手汗すごくて皮雨で濡れないで手汗で濡れちゃうっていう、すごいかっこいいんで、あの、なんていうんですか、皮使いたいんですけど、うん、はい、はい、皆さんこんにちは、横田慎一です。今回もゲンちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ツアー3勝、ゲンちゃんこと時松隆光選手です。はい、よろしくお願いします。お願いします。28歳、はい、AB 型、はい、はい、AB 型って珍しいよね。いや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 、そうですかね。え、誰で、芹沢さん、倉本さん、うん、井上誠、源ちゃん、今平さん、あ、今平、うん、泉田、舞田吉さん、泉田、あ、泉田大二郎、おい、AB 型、なるほど、はい、そうですか。そうですね。なんか僕の周りは多いイメージがあります。あ、近いとして、そうなんだね、はい、はい、まあ B 型はプロゴルファー多いっていうデータがあるけど、うん、B の血が入ってるからか。最近だと O 型が多いんですか？石川さん、池田さんとか O だった気がするんですけど。ああ、ね、あ、A 型の賞金王ってすごい少ないんだよ。あ、そうなんですか。ああ、小田孔明、藤田さん、はい、はい、はい、話を本質しました。源ちゃんはやっぱり僕ね、スタッツいろいろ見ますとね、はい、まあフェアウェイキープ1位もやったことあるでしょ。そうですね、今稲森がずっと取ってますけど、うん、その前、はい、2008年ぐらいでしたかね、2010何年とか、多分、はい、そのあたりです、はいはい、で、まあ、2016、ね、チャレンジ勝って、その資格でダノプスリクソン勝って、はい、16、17、18って、ね、コンスタントに勝って、去年も2位が2回ということでね、はい、やっぱりこう安定してうまいっていうあれがあるんですけれども、僕ね、そのやっぱりそこに10フィンガーに秘密があるんじゃないかと思って、はい、僕昨日実は篠塚先生のところに弟子入りして、あ、本当ですか、じっくり聞いてきましたよ。あ、なるほど。これでそういうお話だったんです、ね、でじっくり僕も体感しましたら、はい、10フィンガーちょっと恐るべし、結構いいとこが分かった。お、うん、10フィンガーっていうだけでちょっと僕も正直、あの、冷やかしっていうんじゃないんだけど、はい、そんな気持ちで入ったら、僕ね、今アプローチイップスなんですよ、はい、だけど治るんじゃないかなっていうのが10フィンガーやったら、はい、出ましたよ。よかったです。はあ、ほんで僕はそのね、10フィンガーのその理論を聞いたら、源ちゃんがこうやって、あの、リカバリーも上位に入ったり、パッティングも、あの、去年は3位だったかな、はい、パッティング3位、はい、で去年サンドセーブ1位でしょ、はい、でやっぱね、ちょっと抑えが効かないかなとかってあったけど、やっぱりこれがなくたって砂に入っていくことできるわけ、うん、証明してるし、はい、でね、ただ10フィンガーをやりゃいいだけじゃないっていうのを教わってきたの。これがすごいストーンと入って、コックの要は方向がこうやないんだよと。そうですね、こうなんだよと。ねじるのがあんまり、そう、ねじるなって習ってきましたでしょ、はい、でさ、俺すっごい一番気に入った練習器具持ってきちゃったけど、いい、ちょっと、はいはい、知ってる、覚えてます、覚えてます、これ知ってる、覚えてます。ちょっとやって、じゃあどうやってやるのかな。ほん、こうですね、これと、そう、これと10フィンガーがセットなんだっていうのが、はい、めちゃくちゃ腑に落ちたんよ。これ何年ぶりなの、これ。これめっちゃ久しぶりです。 3年は経ってます。でこれやってから打つんでしょ。そうです。でさ、あの、篠塚先生のすごいのはさ、こういうさ、おもちゃっていうかさ、その練習器具をさ作ってると、僕なんかこうイメージ人間だから、めちゃくちゃこう腑に落ちるっていうか、はい、分かりやすいわけ。あ、これで、あ、これで、要するに、その、要は、リリースの方向が、こっちじゃなく、このローテーションじゃなくて、こっちだよっていうのが、はいはいはい、だこうなんだと、はい、コックの方向が。そうそうそう。だからそれをやりやすくするためには、やっぱ10フィンガーなんだと。
ちょっと一昔の BJ シーン、うんうん、そうそうこうなんですけど、ほうほうほう、このイメージだ、うん、BJ シーンっているんですけど、はい、BJ シーン選手ってこうなんです、打った後、はい、手が離れますよね、これだって、はあ、そう、それがこう入ってるとこう、ね、なかなか大変だけど、これが外れてるとしやすい、結構動く、フレッドカプルスもそうよね、はいはい、ここで離すわけよ、そうそうで、俺ね去年動画撮らせてもらって、奥田誠樹さんが、はい、こうゆるゆるグリップっていうのを教えてくれて、それが一番こうフッとこうアプローチイプスなのを、まあ、ショットもそうなんだけど一番スッときたの、はい、で、これ教わる前は、うん、まあ、天秤がかって元ちゃんで、まあそれちょっと取材しなきゃ失礼だよなっていう感覚で言ったの、はい、だけど聞いてみたら、これ結構深くていいんじゃないかと、はい、いうことをね、あの篠塚先生にね教わったら、ほんで打ってみたら確かに、僕はあのフェースの開閉がねすごく多いの、はい、でクロージャーレイトって今ギアーズっていうスイング計測器でどんだけ開閉が多いかって測ることができるんだけど、それあの井上徹さんって横浜のとこ行って測ったら、はいはい、もうクロージャーレートお化けって言われたのね俺半端じゃないこれだ、はい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 、まあただ横田さんはそこで、まあ、少しは稼いでるから、それを直すかどうかってなるとちょっとどうしようかなっていうあれなんだけど、うん、これをね10フィンガーやった瞬間にこれやんなくて済むわけ、これをこのイメージ焼き付けたら、それこれとセットでこれなんだね、そうですね、ああ僕の先生篠塚先生はなんか、うん、この手首の角度がこうだからこう直そうとかいう部分的のじゃなくて、もう全部こうもうイメージの世界のお話をしていただけるんで、ああ、うん、もちろん100個あったら100個全部入るっていうのは難しいんですけど、うん、こうやっぱ自分の中でヒットするのがあるんで、あ、このイメージかみたいな、うんうん、だから絶対ここがこうで腰の角度がなんかどうとかいうレッスンは一切なくて、うん、全部器具です、ね、だからちっちゃい子供でも楽しみながら、あ、はい、この感じねみたいな、はい、だから練習器具がもう200個ぐらいあるのね、ありますあります、じゃあでこれ10フィンガーとぜひこれセットでね、はい、やりたいのこれだった、はい、うん、これ俺の一番ダメなこういう、うわー開いた、うわー閉じたっていうね、はいはいはい、もう忙しいわけよ俺はゴルフが、だからこれが10フィンガーになることによって開いて入ってくることないし、手首がこう動けばさフェースがね、あの開閉が少ないわけよ、そうですね、はい、それでいてここが緩いから、あのいわゆるこう二重振り子、要は円がでかい円が小さくなるとグランってパワーが出るじゃん、はい、これのエキスも入ってるじゃん、うん、それが手首を柔らかく使うことによって、だからヘッドスピードも実は出るよと、うん、緩む方が体温計と一緒でヘッドスピード上がるよっていう、うんうんうん、この体温計知らないか、あの、いや分かります分かります、水銀のさ、うん、だからあこれがと、源ちゃんがね、フェアウェイキープも上位にいて、でそのアプローチとかバンカーがうまい、リカバリーができる、フェース面の開け閉めがないからというね、うん、そこたどり着いたんよ昨日。だ一日もう敬意を表していかなきゃいけないと思って、一日やっぱ取材してもうやっぱ自分が良くなっちゃうんじゃないかな。だから僕ねまだショットはこれできない、でもちょっとやってみたいね、ショットも、はい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 、でもアプローチはもう即戦力でもうすぐちょっと試そうと思う、うん、でもアイアンもちょっとね打ってみて、こうゆるゆるしすぎてこうちょっとあの物足りなくなければこれありだなってね、ちょっと思ってんの。でどう、俺が今説明しちゃったけど、はい、レンちゃんがほら、はい、そこで、うん、昨日篠塚先生にお伺いしたところ、うん、ゲンちゃんはゲンちゃんなりの10フィンガーなんだと。そうだね、はい、いわゆるこういろんな10フィンガーがあるけど、ゲンちゃんはゲンちゃんで10フィンガーを進化させたということで、あ、そうだ、こう刀がこう横向きのね、そうそう、やつがあって、はい、これがあのゲンちゃんの10フィンガーだよっていうのを説明受けましたけど、ありました、ね、そうだそうだ、それをねぜひちょっと本人から、うん、まあ教わりたいじゃないけどちょっとこう見させてもらいたいなと、実際どうなってんだろう、はい、ところですね、うん、刀ですよね、うん、まあ、クラブって
こういうふうに先についてますけど、うんはい、もうこのイメージで打つ感じだって僕は習って、うんはい、横から切る。さっきの横田プロの話じゃないですけど、刀って切るときって絶対リリースしたら切れないんで、うん、絶対この左肘から入ってこういう感じじゃないとスパッと切れないんで、うん、だからもうずっと素振りでしたね。もうこうして、うん、こうじゃなくて、はいね、こうしてずっともう振る。要は刃先が向こうにこう、はい、こう平らに向いて、こっち側が刃先で、はい、そうですそうです、はい、それでスパッと切ってくるイメージだね。これだと切れないんで、うん、もうずっとこれで、うん、なるほど、やってました。それは何年前ぐらいからやってたの？これは3年前ぐらいじゃないですかね。あに このイメージ3年から5年ぐらいだと思います。もっと前って言ってましたかね。ちょっとイメージはもう覚えてます。もう横にして、はあ、現地は子供の時は、子供の時はどんなイメージでしたかね。ベースボールぐらいやっぱり絡まってないんで、はい、離れてるから、うん、こう離して打つとか、うん、スプリットハンド、うんうんはいはい、でこう打つとかやってたような気があります、うん、でももう半分は覚えてないですね、うん、ジュニア時代は。僕てっきり子供の頃からその刀の刃先のイメージだと思ったんですけど、はい、刀は最近だったんじゃないですかね。だからやっぱり道具の進化でさ、はい、このクラブの自体の完成モメントが上がって大型化してきて、まあまあそれもあるでしょうね、上がってきたりとか、ボールが昔だったらこう開いて入れてグッこう被せてねこう強い球打つみたいなとこあったけど、今はやっぱこう動かした方がさ、はい、いいから、やっぱりそのフテンフィンガーの進化版だよねそれね、はい、それ取り組むきっかけとかはちょっと聞きたくないですか、うん、3年前にこうどうしてその刀のイメージに変えたのか、うん、あこれはあのたまにもちろん僕が篠塚コーチのところに練習に行かせてもらうんですけど、はいうん、やっぱそのたびにこうあこれだってこのイメージで打ったらいいってコーチが浮かんでくるみたいで、でそれを実際器具形にして僕とかに教えてもらうんで、それが3年から5年前ぐらいだ。だからあれすごいイメージ出たよ。どんな風に変わりました、はい、その 前回あ の, そのテンフィンガーから源ちゃんの刀に変えて、やっぱり僕もあのドローボールが飛ぶんだってずっと思ってたんで、はい、ただこれじゃやっぱもうドローボールは多分出にくいんですよね、うん、よっぽどインサイドから入れてうまくこうしないと、うん、だからちょっとフェードのイメージなのかなみたいな、あ切るんでちょっと左肘もちょっとこう、はいはい、絶対伸ばしてたら難しくてこう切、うん、なるほど、こっちに持ってくるみたいな、はいはいはい、ちょっとカットなんじゃないかなみたいなのは思い出しました、はい、だからやっぱり今時ってハンドファースト、腰の回転、フェーズのローテーションを抑えるっていうさ、はい、すごくこう、なんていうの、最近言われたのを5年ぐらい前から篠塚先生がさ、そうです、こう気づいたっていうことだよね、はい、で、源ちゃんもそれに賛同したっていうことだよね、はい、あそうです、そうです、なるほど。それをね、こう知った上でこう源ちゃんのスイングを改めて見てみると、ね、これまた味わい深いんじゃないかなということで、はい、ちょっと打ってもらえますか。そうですね、はい、分かりました、はいはい、打ちます。これでイメージ付けやんなくて大丈夫？もう身に、ね、ついてます。大丈夫、死ぬほどやってるもんね。やってやりましたこれ。じゃあまず後ろからいきます。はい、じゃあちょっとグリップの寄りから、グリップの寄りから、はい、はい、ベースボールでいきます。はい、ちょっとやっぱ右手が下からなんです ね, そうです ね, ね、だからこれ刀になってちょっと右足下から逃げるようになった、うん、この右手は、はい、右手がフェース面で習ったんですよ、はい、だからちょっとこうウィーク目に持ったら僕イメージ出なくて、ちょっとこういう感じでフェース面みたいな感じで習ったんで、ちょっとどん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 下から持つようになりました。なるほど。僕の大学の後輩に鶴丸雄太郎っていうのがいます。はい、わかります。彼はね結構上から握ってたんで、そうそうそう、僕これじゃイメージが出なくて、ここは結構自由にやれるんですね。ああ、右手がフェース面って習ってきたんで、やっぱりどうしてもこういう感じになります、ね、うん、なるほどね。
これね、あのフロリダでね、マイク・アダムスっていう全米ナンバー2になった先生が言ってるけど、はい、人によってアンダー、サイド、カバーってあるんだって。だから元ちゃんは多分アンダーなんだろうね。はい、これが一番こう、うん、目標方向にイメージが出やすいなと思って、うん、なるほど、はい、はい、OK、 じゃあお願いします。はい、普通に、うん、もう元ちゃん流で、はい、行きます。おー、まっすぐ。ありがとうございます。さすが歴代フェアウェイキープナンバーワン。いやいや、ラフ行きました今。ああ、まあ右からの感じで、いやでも狙った構えたところもすぐ飛んでます。じゃあ次正面でお願いします。行きます。はい、はい、うん、うん、めっちゃ曲がったけどすまない。なるほど、曲がりました。いや大丈夫です。でもこのグリップと、うん、そのスイングの仕組みが分かって、はい、改めてこうやってこう元ちゃんのスイングを見てみると、うん、こうなるほどなっていう味がすっごい出てきてるんじゃないですかね、うん、本当ですか。はい、でも続々と後輩がね、たちがそうです、だんだん有望な後輩たちが、はい、清水大成くん、ね、大成くん、はい、頑張ってます。はい。で、井出里葉君、大一郎君、はい。はい。あと女子も青木さん、後藤美優ちゃん、後藤さん、後藤美優ちゃん、はい、後藤さんとか、すごくこういろいろ出てきたじゃない。はい。やっぱ元ちゃんがこの壁を抜いたよね。そうですね。やっぱ僕のちっちゃい時はそれ絶対間違ってるってずっと言われてたんで、うん、レッスンプロとかに。うん、あのね、あのロサンゼルスでね、ジェームス・オーっていうコーチに俺アプローチが調子悪いんだっていうことで、はい、あの習いに行ったの、はい、その時にスプリットでこの10フィンガーでやれっていうことをビビって言い出したわけ、はい、おっ、元ちゃんじゃんっていう流れもあんのよ今回。ああ、そうなんですね、うん、だからそういうドリルを やれば僕はこう治るよっていうイップス、うん、だからそういうところでね、こう全てがこうクロスオーバーっていうかね、こうリンクしてきて、はい、だから10フィンガーなめんなよっていうのをね、ちょっと、はい、あの今回ね、あのお伝えしなきゃいけないなと思って。いやいやいや、ちゃんと成績を残してる人がいるから、うんうん、よろしくお願いします、はい、それはやっぱりちょっとこれは一つの理論としてお伝えした方がいいんじゃないかな、はい、特にこうね、僕みたいにアプローチイップスで悩んでたりとか、はい、なんかドライバーイップスとかになってる人なんかも、そうですね、結構それやるとね、ガラッとこう回路が変わるから、はい、いいんじゃないかななんて思うんだね。特にやっぱり取材してみて思ったのが、まあ、体に優しいっていうのもあるんですけど、やっぱフェースの開閉が少ないっていうのがあるから、はい、やっぱこうフェースコントロールってやっぱりね、アマチュアの方ほど苦手な人の方が多いと思うんで、うんうん、こう曲がっちゃうなみたいな人はね、うん、ぜひこの仕組みもしっかり理解してこう取り入れるっていうのはありなんじゃないかな、うん、そうですね、実に思いました、はいはい、じゃあちょっと最後アイアンの正面後方と、はい、取らせてもらって、はいはい、それで終わりましょうか、はい、終わりましょう、はい、わかりました。じゃあセカンド地点に行ってみましょう、はいはい、ちなみに元ちゃんのお気に入りの練習器具はどんなやつだったんですか。一番触ったのに。でも海賊船でしたね。海賊船？海賊船のイメージで打つ。海賊船？はい。海賊船っていうのがあった。あの遊園地のあの遊具とかやったらこう、あー、はいはいはい、このイメージって言われたんですよ。なるほど。それが一番のあれ、あしっくりきました。あると思います。ああ、じゃあ最後それもしあれば、はい、ちょっと撮らせてもらおう。ああ、面白いね。はい。はい、じゃあ元ちゃん、はい、はい、後方、今度はアイアンです。後方から、はい、後方からお願いします。はい、7番アイアンで、はい、どんなイメージなんですか、はい、アイアンで気をつけてるとことか。ちなみに気をつけてる、はい、特にないですね、うん、リズムだけはちゃんと、あ、リズム自分の中で作って、そのリズムで打とうっていうことだけはいつも考えてますけど、あ、はい、あのテイクバックがえらいゆっくりじゃん、はい、なんか二段モーションっていうか、はい、あれは何なんですか。なんかこうまっすぐ引きたくて、あーはーはー、
もう目で追わないんですけど、うん、こう見えるじゃないですか、うん、でこうまっすぐ引きたくてってずっとやってたら遅くなってました。はい、なるほど。でそこをすごくこう大事にしてる、この辺ですね、この辺まで、うん、目で見えるんで追わなくても、うん、こうまっすぐ引きたいなっていうのがどん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 、うん、遅くなっていっちゃいました。あ、はい、そしたらそこからふわっとまっすぐを確認したら上げるみたいな感じ、ね、はい、なるほど、はい、じゃあまたリズムっていうのはどの辺のリズムを意識してるの？こう来て、うん、ここがなんかちょっと間がない時が失敗してるような気がして、ちょっとこうゆとり持ってこういう感じで打つようにはしてますけど、やっぱりそれはすごく俺も感じてたところで、すげえ切り返し急がなくていいよなって思ってたの、はい、だからそこはやっぱ意識してるってことなんですね。こういう感じで打ちたいですね。あ、じゃなくて、はい、だからそれがやっぱりボールストライカーのやっぱりあれだね、味噌だね。なるほど、わー、OK です。じゃあ後方、はい、で後方からと前方から、はい、取らせてもらいましょう。お願いします、はいはい、お願いします。じゃあグリップの寄りからまた行きます、はい、グリップは特にドライバーと変わらずですね、はい、行きます。うん、ナイスボールです。ありがとうございます。完璧だ。おー、ナイスボールです。ありがとうございます。はい、じゃあ今度前方からお願いします。はい、うん、いきます。いい音。アイアンでもあんまりハンドファーストで構えないんですね。そうですね、多分。構えれてないと思います、うん、でもこうここがないことによってこう自然なハンドファーストでインパクト当たるって感じですよね。だと思いますね。自分では詳しい感覚が分かんないんですけど、うん、はい、うん、なるほど、はい、はい、ということで、はい、今回はこの源ちゃんのスイングについてあのいろいろお聞きしたんですけれど、はい、やっぱりなんといってもね、僕この10フィンガーでちょっとアプローチがね、本当治るかもしれないな、はいはい、リップスがね、特にカラーからのやつが苦手だったんで、うん、フェースのやっぱり開閉が多すぎるのも分かってたし、であのビデオ見てもすごい開いて降りちゃってきてってこうやってるのが分かったからね、うん、ちょっとそのあたりでちょっと源ちゃん流のちょっと次の動画アプローチ、はい、あとパター、はい、それもねちょっとパターンなんかライジング、はい、ちょっとあの研究室にさ、はい、道場にさ、はい、宮里愛ちゃんの一番パター入ってた頃こうなってんのよ。なってます、なってます。なってるでしょ、はい、で俺もねパターをやっぱりこういうので、はい、やっぱライズさせたらヘッドが上がるからヘッドが出るじゃん、はい、だそれはヘッド上げちゃダメっていう人もいるじゃん、はい、だけどこれすごいまた味噌入ってるなっていうかさ思って、はい、ちょっと今ね源ちゃんのに対してのこう興味がすごいんで、ありがとうございます。ちょっとアプローチとパターン、はい、ちょっとそれを教えていただきたいと思います。はい、お願いします、はい、今回はバンカー、あと忘れてた、サンドセーブ率、そうサンドセーブ率今年、はい、去年1位第1位源、はい、ちゃんです。だからちょっとね源ちゃんの、バンカーこの3つね、はい、ちょっと教わりたいと思うんで、はい、ぜひそちらの動画もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。